またお会いしましたね。大丈夫きっとうまくいく。心配いりません。一緒にプロレスを見ましょう。初勝利はなりませんでした。SKE の新井さんが6日、埼玉スーパーアリーナでプロレスイベント、サイバーファイトフェスティバル2021に出場しましたが、初勝利はなりませんでした。 得意の画家と落とし、ファイナリーも見せたが、最後は逆エビ固めを決められてギブアップ。ジュリちゃんの前で勝ちたかった、と悔しがありました。それでは、お先に失礼します。